乃木坂46が3月7日から10日の4日間にわたり、デビュー12周年を祝うバースデーライブ、乃木坂46 12th year birthday live 以下、ワスラを埼玉県、埼玉スーパーアリーナにて開催。4日間で計8万人を動員し、1123曲を披露した。乃木坂46、12th バスラ、開催計8万人動員。2023年春から3から5期生にて新たな一歩を踏み出した乃木坂46にとって、総体制で初めて臨んだ今回の、バスラ、は、4日間で、デイ1、2011年から2014年、デイ2、2015年から2017年、デイ3、2018年から2020年、デイ4、2021年から2024年、と4つの年代に分け、その年代にリリースされたシングルアルバムの中から厳選した楽曲を披露。4日間で計8万人を動員したほか、前日インターネット配信も実施され、多くのファンが乃木坂46のデビュー12周年を祝福した。3月7日の、デイ1、2011年から2014年、和弦メンバーが誰一人在籍していない、1から2期生がグループの基盤を築き上げた時代の楽曲中心。様々な楽曲で、リリース当時の歌唱衣装や制服を着用してパフォーマンスするその姿や、オリジナルメンバーがいないからこそセンターに立つものや楽曲歌唱メンバーの組み合わせなど驚きの連続で、その随所から先輩たちへのリスペクトと感謝の気持ちを感じ取ることができた。続く8日の、デイ2、2015年から2017年は3期生が加入、2016年したタイミングとあり、同会場で行われた、5th year birthday live で初めて歌唱した、ハルジオンが咲く頃、や3期生初のオリジナル曲、3番目の風、など、彼女たちを軸にしたブロックも用意、NHK 紅白歌合戦、初出場、2015年、念願の東京ドーム公演実現や、日本レコード大賞、受賞、共に2017年、など、上昇気流に乗って多くの夢を実現させた時期の名曲たちを、今の彼女たちならのパフォーマンスで表現した。2度目の日本レコード大賞受賞を実現させたシンクロニシティから始まった9日のデイ3、2018年から2020年は、生駒里奈や西野七瀬、白石麻衣などの主要メンバーが相次いで卒業していく中、3期生が存在感を強めていき、新たな戦力である4期生が加入、2018年、2020年したフェーズ。オリジナル編成が3期生によるものに加え、卒業生たちが大切にしてきた楽曲に4から5期生たちが新たな息吹をもたらしたユニット曲、選抜メンバーとアンダーメンバーが入り混じった編成でのパフォーマンスなど、今の乃木坂46ならではの見せ方で観客を魅了し続けた。最終日は、お一人様天国、から開幕最終日となる10日の、デイ4、2021年から2024年、は、いよいよ5期生が加入するフェーズ、オーバーチュア、に乗せてメンバーの加入間もない時期の映像がスクリーンに映し出されると、客席のボルテージも急加速。そんな5期生、井上和の、バースデーライブ、最終日、声出す準備できてんのか。埼玉スーパーアリーナ、行くぞ、という煽りに続いて、ライブは彼女がセンターを務める、お一人様天国、から勢いよくスタートした。その後も4期生の遠藤桜&柿はるかのダブルセンターによる、モノポリ、3期生の久保しおり&山下美月が中心に立つ、人は二度夢を見る、と、この1年の間に発表されたシングル表題曲を連発。グループの歴史を振り返る過去3日間を経て、最終日に現在進行形の乃木坂46の、今、を力強く提示してみせた。
ー。